こんばんは。こんばんは。マサイデさん、お疲れありがとうございます。アルムカさん、タカさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。スマナミドルトさん、マスオさん、奥さん、こんばんは。あ、ほんまじゃ、間違えた、配信時間設定のやつ間違えた、ごめんなさい、間違えた、確かに19時ってやってしまった、間違えた、18時、間違えた、今7時だと思ってた。オーマイガー、オーマイガー、申し訳ない、ちょっと申し訳ない、それは本当に本当に申し訳ないです、ですですです、申し訳ないです。申し訳ない、マジで申し訳なくなってきた、マジで申し訳ないです。ほんまじゃ、ゆら19時ってやってしまった、なんか頭長くない、ゆら、なんか頭長頭長い、ゆら、なんか頭長、頭長、頭長くない、なんか、なんか頭長くない、髪型のせいであってほしい、頭長くない、なんか気のせいじゃないよね、多分これ、頭長、N164 さん、安部さん、秋元さん、ジョーちゃんさん、こんばんは。頭長くない、わかる、頭長、わかる、これ頭長いっていうユラの気持ち、わかる人、マスオさん50カウントありがとうございます。最悪、1時間早く、遅く、早く、やってしまった、申し訳ない、申し訳ない、すみません、気のせいか、気のせい、これなんかめっちゃ頭長いんですけど、これぐらいでいいか、ここがあるなんで、なんでや、なんでや、ミニバードさん、トワーキさん、ケイ、ん、ケンイチくんださん、クロちゃんさん、こんばんは。そうですね、今日で平日終わりということで、4連休か3連休、4連休です。4連休ですね、4連休、ちょっと待って、ね、さっきね、今ね帰ってきたばっかなんですよ、そうなんですよ、今帰ってきたばっかりでしてね、そう、あ、今からジム、すげえ、頑張ってください。ハードさん、こんばんは。あっちゃんさん、こんばんは。あ、明日はよろしくお願いします、よろしくお願いします。こんばんは、むちゃさん、こんばんは。今気づきました、そう、すいません、19時からって間違えて配信し時間を入れちゃってて、すいません。
いや、いよいよオンライン話し会だね。そうですね、楽しみですね。山ちゃんさんこんばんは。休日、うん、連休はどこか行かないの？連休、連休はでも3日間はオンラインお話あるから。そうなんですよね、だからあれなんですけれども、ゆらうた見たって。見てますよ。え、なんか山ちゃんさんがなんか出してくれてるなって思ったんですけど、なんか見れなくて。そう、見れなかったんですよね。完璧ライブ当たりました。あ、すごい、2回目の当選ということで楽しみ。27だっけ、 27? 何するんじゃろうかね。内容もまだ知らないんですけど、ゆらも知らんけど楽しみ。うーん、福尾さんこんばんは。大人の雰囲気の服、え、普通の、もうごく普通の T シャツですよ。寝不足ですか？寝不足じゃない、これでしょ。ちょっと今日目の下茶色くしすぎたんですよ。目の下茶色くしすぎてしまいまして。エスベイさんご受験ありがとうございます。お話し会なんとかできそう。お、待ってます。安倍さん、ひまわりじゃないです。コスモスありがとうございます。秋山さん、だるまありがとうございます。そのツイートの画像クリック、あ、そうなんだ、ちょっとやってみます。そう、見たいんですけどなんか見れなくて。そういうのたまにあるんですよね。今回は旦那さんと行きます。あ、じゃあむっちゃんさんにもレッスンを送りながら旦那さんにもレッスンを送りたいと思います。楽しみ。でもどっちかわからんくない？なんかさ、隣の席とかだったらさ、あれ右、あれ左ってなる。あれ右の方が旦那さんかな、あれ左の方が旦那さんかな、なるかも。10月お話し会楽しみ、楽しみですね。なんかもう18日なので9月も半分過ぎたということで、もうすぐですね、10月も。え、やばい、もうなんか時の流れが早すぎて怖い。エスタルさんこんばんは。今仕事終わった、お疲れ様です。21日月曜日の話し会よろしくお願いします。よろしくお願いします、安部さん。よろしくお願いします。なんかマジで頭長い、助けて。助けて、頭長い。ゆら、あ、エネチルくんさん完璧当たった。あれ、前も当たったくない？前も当たったくない？え、すごい、2回連続の方が C。うるさい。ちょっとすいません、ちょっとあの今ちょっと、はい、挟んでしまいました。すいません、気を取り直しましょう。はい、ガンプキライブ3部のスタジオ公演も当たった。おー、のりさんも当たった。四国外れたんですか？のりさん、ややちゃんに会えない、かっこ小声ピエンっ
感じですか。お話が何話そうかなんかな、何話しますか、何話す。でもなんかね、あのなんだっけ、あれの時はめっちゃ楽しかったよ。なんかあのあれだ、なんだっけ、いつも名前がね、お話しか言ってしまう。放課後ホームルーム、放課後ホームルームはなんかね、多分お話し会に多分ちょっと近いんですけど、あのねなんか人それぞれね、マジで背景がね面白くてね、そのグッズを置いてくださったりとか、外の人とかいて、なんかめっちゃ景色綺麗で謎にとか、そういうのが楽しかったから、なんか割と背景がなんか、うん、何の話だったっけ、何話そうかなんか何話しますか。まるさんこんばんは、てつもんさんこんばんは、お久しぶり、お久しぶり、そうお久しぶり。ゆらの感覚的にはあの5日ぶりぐらい多分。すずさんこんばんは、ともあきさん59だちゃんありがとうございます。あ、ミニスタジオまた当たってたって、ありがとうございます。すずさんもう顔覚えたかもしれない、すずさんの覚えたかもしれない、あのうちわの感じとあのすずさんのあの感じ覚えました、ゆら多分ね覚えたよ。だからまたミニスタジオ公演岩壁で見つけたら、あもうこれすずさんって多分覚えれる。そう、1回目で あの人ってなって、もう2回目で、あもう覚えるってなる感じでグーです。だからもう覚えれると思う、イエーイ。てかもう覚えてるけど再確認ということで、マジで記憶力いいかも、だってもう覚えてるもん、だって岩壁ライブどこの席に誰が座っとったか分かるもん、あのゆらのうちわの方が、やばくないゆら。むちゃんさん59ありがとうございます。てんてんてんってのりさん、てん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 、むちゃんさんなんだっけ、コスモスありがとうございます。あ、しおねちゃんこんばんは、久しぶり、確かにめっちゃ久しぶり。久しぶり久しぶり。赤いマフラーさんこんばんは、次の岩壁もバレないように頑張るって、あれゆら見つけ、あれゆら見つけたと思う。ゆら見つけたと思う、前の岩壁でも、ん見つけた、うん見つけた、ホグホグめっちゃ楽しかった、楽しかった、めっちゃほんまに楽しかった。なんかね正直ね、そのなんだろう、あのゆらのファンじゃの方じゃない方もいるけんさ、なんかあちょっと気まずい感じになるんかなとか思っとったら、全然そんなことなかったのでよかったです。炎上さん、キリンさん、秋里さんこんばんは、ともくんさんこんばんは、関東、確かに関東、もう関東一回だけ行ったことあるよねゆら、あの二期研究生がさ、あの追加公演にさ出させていただいた時にさ、舞浜でめっちゃ楽しかったんだけど、本当にあれ超楽しかった。まずなんかもうあのホテルでみんなと喋ったのも楽しかったし、なんかそういうのが楽しかった、なんか修学旅行って感じで。そこの部分はめっちゃ楽しかった、ホテルとかでみんなと話したりして、そうなんかそう普通になんか何あのコンサートっていうか、そのステージはステージだったけど、それ以外のところではめっちゃなんかうんイエーイって感じだった。なんて言ったの、ステージはステージだけど、なんかそのみんなでその普通にお泊まりとかしとった時は修学旅行って気分だった。
明日のお話し会の背景準備しなきゃ。え、めっちゃ楽しみ。そう、いらね、あのお話し会は結構なんか背景を地味に楽しみにしとるけん、ゆらそう、ゆら背景地味に楽しみにしとるけん、ちょっと見たいっていうのはある。マジで背景見たい、楽しみ。ちょっと背景楽しみなんですよねなんか別になんかデコレーションしてある人もえめっちゃ嬉しいってそう思うし、そう背景をめちゃ何可愛くしてくれとる人もめっちゃイエーイってなるし、あのなんていうん、そうイエーイってなるし、逆になんかリビングとかだったらあこういうお家に住んでるんだってなる。そうそうそう、あこういうお家住んでるんだみたいな感じで思ったりする。イレブンさん、えすごい、なんかルビーみたいなやつ、キラキラ宝石、ピンクの宝石と緑の宝石ありがとうございます。サトシさんこんばんは。なんかさ宝石のさなんかおもちゃあったの知っとる？なんか駄菓子コーナーとかに普通に置いてあるようなやつがあって、なんかそうなんか駄菓子のところにえ知らん、なんかさネックレスとかなんかキラキラのねやつがあるんよ。えあれ買いたい、ちょっと待って買いたいんだけど、可愛いんよそれが。えなんか飴のやつ、えなんだったっけ分からんけど、なんかあるんよ。つだってなんかねこういう縦の箱でなんかピンクの箱で縦であるんですよ。大村さん50カウントありがとうございます。大阪でもこういうやってみたい、やってみたい、本当にいろんなとこ行きたい。電気の電に脳みその脳さん、こんばんは。平常どこにいた、え予想、え予想合ってるか分からんけど、なんかこなんかゆらがこうステージこう見てこうおるじゃん、でこっち側、こっち側におった気がする。こっち側違うかな、こっち側、ゆらから見たらこっち側におったか、なんか真ん中らへんからこっち側、こっち側におった気がする。合ってますかじっちゃんさん、かまかばさん、ゆうぽんさんこんばんは。これ外れてたらちょっとなえるけど、真逆とか言われたら。前浜のやつ仕事できなかったピエン。ゆずちゃんさんこんばんは。背景とか何も考えてない、えでも普通にそうそう楽しみ。でも別になんか白い壁とかでもあ白い壁だみたいなそうあ白い壁なんだみたいな感じで面白い。そうそう個性が出るんですよね背景。そう、それはさておき、え絶対合っとるだろ、合っとるなら合っとるって言ってください。そこはやっぱりはい絶対合っとるって思った。まあうんナムナムさんこんばんは。タムタムさんこんばんは、少し遅れた、ありがとうございます、来てくださって。違うメンバーのグッズ飾るか私のグッズは、うん、タムキチ来てる、マジ？タムキチどこ？どこどこ？タムキチ来てるって、え、なんかバグったバグった、なんかやばい、あーもう最悪バグった、やばい、なんかもう画面今何も見えてない、ちょっと待って画面何も見えてないよ、今何も見えてない待って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 、よしよし、マジちょっと待って、ちょっと画面触れん、ちょっと画面触ったらちょっと今バグる、やばい、なんかバグった、え、もう待って、なんかみんなのアバターが今ドアップになりましたで自分が見えんくなった。ポンポンさんこんばんは、むっちゃんさんタコありがとうございます、タコ。まぐりくりちゃんさんこんばんは、
今度は隠れて見せる。ほらほらね、言ったやろ、ゆら見つけとるけ。冗談ですって感じ。え、ガンプキラブ当選しました、すごい。ハードさんイエーイって感じですね。じゃあやっぱハードさんはゆらのお茶を持ってくれるんですかね。え、ってかどこのが当たったの。ミニスタジオとスタジオさんのところ。じゃあまたお茶持ってくね、ありがとうございます。え、もう覚えてるよ多分。うちはなんか覚えてるよゆら、マジ。なんかあのめっちゃ、え、多分池田ちゃんって書いとった。なんか黒のうちわになんか蛍光の字みたいなんで池田ちゃんって書いとった気がする。うん、マグイクエちゃんさん、なんだ、あ、赤のルビーありがとう。ルビーじゃない、ルビーかどうかは知らん、ちょっと待って。赤の宝石とむっちゃんさん緑の宝石ありがとうございます。何今のぶりっ子って。違うよ、あのぶりっ子なんかしませんよ。あれですよ、なんかスタンプが、スタンプじゃない、絵文字がすごいぶりっ子っぽかったからそれをしたんでしょ。ぶりっ子なんかしないですよ。じゃあ次はみちゅのうちを持っていこう。まあみちゅさんのうちはを持っていこうって言われるのであればゆらは何も言えないです。はい、何も言えない、本当に。はい、無理、何も言えないです。はい。何も言えない、だって先輩だもん。あ、当然見せる。え、嬉しい。原田さん、ぜひゆらのうちは持ってきてください。それでバレないはずって。バレたくないのであれば別に私も探さないし、はい。はい、なんかそうですね、そうですね、ちょっと放たします。はい、ちょっと放たさせてください。うわー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 、ちょっとやばい。そうですね、そんなにバレたくないんだったら、まあ、私も探さないですよ。そんな、まあ嫌だ嫌だっていうことはしないので。はい、嫌なことはしたくないので。そう、え、待って、これマジでデカったけどいいや。わあ、いっぱい。ともともさん、ありがとうございます。ちょっと待って、ラララララな、お、すごいね、めっちゃ。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。え、ちょっと待って、これどこ。うわー、いっぱい、嬉しい。ちょっと待って、たむたむさん、赤だるま、オレンジだるま、紫だるま、緑だるま、青だるま、黄緑だるま、100個、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。たむたむさん、ハート100個、ありがとうございます。スケモンさん、バラ、ありがとうございます。こんばんは、仕事中なので挨拶のみ。山形に半壊住民さん、こんばんは、頑張ってください、お仕事。久々に誰も投げたって。ありがとうございます。でも最近誕生日だったのでね、たむたむさん、あ、何か買いましたか、自分の誕生日。ゆらなんか自分今年、え、
今年じゃないわ、来年か。あれ今年17歳の誕生日はね、何買おうかな、ん、何買ってもらおうかな何買ってもらおうかな。なんかいらへんない、なんかクリスマスとか誕生日とか、なんかそういう時、なんかそういうなんかプレゼントをもらえる時期に限って、なんかこれが欲しいっていうのがなくて、でなんかだいたいなんか欲しいものがあるみたいな時は、なんかもう全然そういうのが何もない時なのね。完璧レベル外れました。外れたんですか。でも外れたって今初めて聞いたかも。ピエン、ピエン、ピエンだ。やっぱ外れるっていうのもあるんですね。ピエン。選手権、デーモンさん選手権。ゆらちゃんね。池田ちゃんに早く認知してもらいたいけど、いやゆらも認知したいんですよ。なんか今さ、なんかあの知ってる方もいるんですけど、なんか知ってる方もいるけど知らない方も多いから、どの人がどの人っていうのがさ、だからさ、ちょっと早く一致させたいですね。一致させたい。なんかもうユラはさ、なんかアバターのイメージしかないの、マジで。なんかそう、アバターのイメージしかない、みんな今だからもう早く、もう早く、一刻も早くあの一致させたいよね、この人この人って、マジで。マスオさん、ハートもありがとうございます。それめっちゃわかるねえ。そう、じゃけんさ、なんかね、ほんまにそう、アバターだけでも覚えてもらえたら幸いです。そうだから、イレブンさんだとしたら、だからイレブンさんはもうユラの中でシナモンなのイレブンさんはシナモンなの、ユラの中でもうシナモンなんだから、あの、まあ、知りたいですよね、その本当のイレブンさんを。でもユラの中で今はシナモンなのそう、そう。タカタンさん、こんばんは。背景にアバター印刷したの、あ、確かにそれめっちゃ、めっちゃそれ、あの、いい、わかりやすい。え、いいね。そうそう、アバター見たらわかるかも。やちゃんに覚えてもらうために頑張る。てつもんさんはとりあえずあのくまモンを持ってくださってたらわかるわかる。うん、心のプラカード。でもね、明日もう確信っていうかさ、あ、わかるっていうなる方もいるからさ、もう明日でも覚えれるかもしれないので、ハルさんこんばんは、松瀬さんこんばんは。今日夜緊張して眠れない完璧ライブ、何なんだろう、外れちゃいました、外しちゃいました。え、それだったらこの、え、どっちどっちどっち、星になってるから、え、どっちどっち、え、どっち、あ、ダメだった、やっぱさっきさ、なんか当選したっていうコメントがいっぱいあったから、あ、みんな当選したのかなとかもちょっと思ったら違うんですね。
あ、松さん完璧ライブ当たりました。前回外れたけど今回は当たりました。そうなんだ。やっぱどちらもいるんですね。オンライン話し会認知してもらおう。でも原野さんいら多分わかるよ。なんかね、結構なんか覚えやすい見た目をしてた気がする。原野さんなんかさ、エディオンに多分来てもらったんですよ。なんかエディオンの一番最初のなんかトークと握手みたいなやつで、イベントみたいなやつで来てくださいましたよね。原田さん合ってます？合ってるよね。あー、次は応募するね。嬉しい。てつもさんありがとうございます。次回はぜひまたお話ししましょう。10月1日。ねえ、カナピー、マジでカナピー何を頑張る？ゆら頑張るって言った？頑張るって言った？始めました。明後日になります。楽しみ、マジで。ポンポンさん楽しみ。いや、ポンポンさんのね、あ、ポンポンさんだよね、あれ。ポンポンさん、ポンポンさんのね、あの推しの方わかりますよ。めっちゃ推してる方知ってるよ、ゆら。あのツイッターで見た。ツイッターで見た。なんかね、最近ね、ちょっとツイッターとか見て、なんか、あ、何々さんだとか思うじゃん。なんかそれでさ、なんか見るじゃんツイッター。そしたらさ、なんか何々推しってさ、なんかいつも来てくれるのにさ、池田ゆら推しじゃなかった時にさ、ちょっと悲しい。そう、頑張ります。そう、ハリさんの分も頑張りますって。頑張ってください。頑張ってください。4歳違いですな。下です。私が下ですか？私のいろんなツイートを見られてるのかな。あー、でもなんかたまになんか皆さんのツイート見ますよ、なんか。たまに。そう、でも大体はあっこ見るかも。なんかステータスのところ。やっぱステータスって大事。ステータスっていうのはあれ、なんかプロフィールみたいなところがやっぱなんか重要なことがやっぱ書いてあるじゃないですか。その誰推しとか。なんかさ、原田さんさ、めっちゃ気のせいかもしれんけど、ちょっと間違っとったらごめん。なんかさ、あの時になんか帽子かぶっとった気がするけど、気のせい？ハットみたいな、ハットみたいなかぶっとった気がするんで、違う人かな。ハットみたいなかぶっとった気がするよね、原田さん。違う？最終オーディションの時最前列。マジ？そうなん、すごい。お、2008年生まれ。そうなんですね、2008年。そうなんだ。そうなんだ。マッツさん、コスモスありがとうございます。帽子違う？嘘。じゃあ違う人なんだ。どんな格好してたか覚えてますか、あの日に、エディオンの日に。嘘、マジで。でずっと帽子の人が原田さんだと思ってた。じゃあ違うわ。めっちゃ勘違いしとる、ゆら。やばい、それはやばいよ。帽子の人がずっと原田さんだと思っとった。今までずっと、あの冬からずっと。マジで違うの？でもなんか原田ですみたいな言ってくれた気がする。違う？原田ですみたいな、あの握手の時に。違うの？待って、マジ？
ツイッターではおとなしくしてえ、どういうことどういうこと。プロフィール欄、そう、でもまだ見たことない人もいるけど、なんかそうたまに見たりするかな。うん、うん、え、そう、帽子の人マジで誰なんじゃろう。え、逆に気になる、逆に気になるんじゃけど、あれ誰あれ誰誰誰、むっちゃんさん、キラキラ宝石ありがとうございます。まさひでさん、宝石ありがとうございます。緑のむっちゃんさん、ピンクの宝石ありがとうございます。そう、多い帽子の人も誰だったのって感じ、今ゆらの心の中で。ツイッターではゆらちゃんのことしかツイートしません。絶対嘘絶対嘘。オンライン話し会で確認、確かにそうだですね、オンライン話し会で確認しますわ。え、マジで誰誰、え、なんかさ、ゆらの記憶ではその人がなんかゆらのうちは3つぐらい持っててくれてて、なんか合ってるか分からんけど、その記憶でもなんか入ってきた瞬間に一番にその人が見えて、なんか帽子の人が、えっ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、マジで、えっえっ、嘘、誰だったの。その人を一番初めに見たんですよ。なんか、え、その人ユラの、なんならその人ユラのファンの人で初めて見た人、あ、ユラのうちは持ってくれてるって思った人で初めて見た人がその帽子の人なんですよ。え、誰誰ちょっと待って。そう、なんかその時に初めて、あ、ユラのうちは持ってくれてる人がいるんだって思ったのがその帽子の人だったんですよ。え、誰、マジで、え、誰、感謝したのにマジ？ねえ、目につくよね。しかも入った時にパッて見えたけん。マジで誰？誰？感謝してるんだけど。感謝なんだけど。あ、完璧だ、帽子かぶってきます。まあ確かにかぶった方がいいかもしれない。麦わら帽子じゃない、だって2月とかだじゃけんさ、もう四変しちゃったとかあるね、ワンちゃん。だって冬だもん。どんな帽子、なんかハットみたいな、マジでハット、なんかで、なんかめっちゃ特徴言うと、なんか結構細い感じ、結構細い見た目は、結構なんか細い方でした。でハットをかぶっていて、で一番前の席で、ゆらから見てこっち側で一番前の端っこでっていう方なんですけどえーみたいな、誰だったのみたいな。そう、あの、そう、エディオンのなんかイベントみたいなやつ、そうお話かね、エディオンのステージはゆらちゃんの真ん中で、うちは持ってたけど、あ、そう、でもなんか結構一列目にね、なんかポンポンっていた感じがゆらもあったよ。そう、でもね、オンライン話し会が明日からあるからさ、え、楽しみ。2期生の公演じゃない、なんか公演じゃなくてイベントみたいな、そうそう、痩せ型でハットの方で、なんかうちわを3つぐらい持ってくれてた感じがあります。あ、そう、皆さん今日はあの30分までなので、あと5分ぐらいで終わりたいと思います。あ、帰宅しました、お疲れ様です。あ、むぐりくりちゃん、そう、え、誰だったの？
隣の人が帽子をかぶった人いたかも。え、そうなんか帽子、え、かぶっとった人おったんだって、ほんまに、ほんまにおったんだって。そう、麦わら帽子じゃないよ、冬女子。27日に生で見れたら池田さんにハマってしまいそうと思ってます。え、27日ポンポンさん来られるの、来てくださるの。え、当たったの、ポンポンさん岩壁ライブ。東京じゃ絶対会いに行けないかも。いや、絶対会いに行きます。イエイ、終わってます。オンラインとかでも話してみたい。4部当選しました。え、4部、あ、4部、あ、ミニスタジオ、え、ミニスタジオのやつですか。え、マジガチ、え、マジガチマジとかしか言ってない。ガチマジ、え、であの二席制公演、うちは3枚。え、違う、公演じゃないの、公演じゃなくてね、違うの、公演じゃなくてイベントなんですよ、イベント。え、じゃあワンちゃん山ちゃんさん。ええ、あれだよ、あれだよ、公演じゃなくてトークと握手があった日、唯一握手をした日ですね、あれは。割とあのなんか緊張するかと思ったら握手が結構なんか楽しく話せてイエーイって感じの日だった。あ、そう、 CD の、そう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 、それそれ。え、待って、ワンちゃんヤマちゃんさんかもしれん。あったんじゃない、ちょっと待って、違う、帽子かぶっとってなんか細い感じでこっち側におって、ここら辺に。あ、え、嬉しい、ポンポンさん楽しみ。え、ちょっとぜひ私のうちわ作ってください。あとね、10日ぐらい、10日、9日あるので、ぜひなんか目印になるものを持ってくだされば嬉しいです。私見つけますよ、マジ目いいから、ゆら、マジ目いいから、本当にもう見つけれるよ、みんなのこと。え、 CD イベントなの、違うって。うわ、待って、また謎が出てきたよ、謎が出てきたよ。タムタムさん、黄色のピカピカ緑のピカピカ、ありがとうございます。そう、尋ね人、マジでそれ、え、誰なの、教えてよ、誰、マジでもう感謝ですよ、私は。はい、どこ行ったの。連休に作ってみます、嬉しい、ちょっと見たい、作ったらぜひゆら歌で教えてください、楽しみにしてますので。皆さんも岩壁ライブ行けるよって方は作ってくださると嬉しいです。あと明日とあのここ3連休4連休である、ん、3連休4連休であるお話し会とかもね、作ってくださったらうちわとか後ろに貼ってください。もうゆら、あの後ろめっちゃ見るから、はいはい、あ、まあ人も見るけど皆さんのことを見るけど、あの何気あの背景も楽しみにしてるから、楽しみの一部だから。ということで皆さん、そろそろ終わりたいと思います。俺も作るぞ、楽しみ、ちょっと皆さんぜひよろしくお願いします。ということで終わりますね。今年中にイラちゃんに会いに、え、ほんまにちょっとねお話ししたい、うん。そう、お話ししたい。あの時はね、確かにあの3人と鉄門さんだったんですけど、後ろしか見てないわけじゃない、違う、じゃあほんまに、いや違う、こんにちはって言ってさ、そんな背景だけ見るわけないじゃないですか。そんなの、はい、
ということで終わりたいと思います。明日お話しする方とか、はい、楽しみなので皆さんよろしくお願いします。楽しみ楽しみ、ちょっとはい、お話楽しみなのでお話しましょうね。ということでランキングを読みます。はい、13位てっちゃんさん、12位のりさん、11位大村さん、10位マスオさん、9位赤いマフラーさん、8位スーさん、7位ゆまぽんさん、6位斉藤さん、5位原田さん、4位秋里さん、3位イレブンさん、2位むっちゃんさん、そして1位はトゥルルルルトゥンタムタムさん、ありがとうございます。いけいけゴーゴー、いけゴーゴー、今日もタムタムさんはいけてるよ、ありがとうございます。もういっぱいだるまとかもありがとうございますね、ピカピカとかもありがとうございます、ね、ということで皆さん終わりたいと思います。明日お話しする方はお話楽しみですね、お話しましょう。ということで終わります。ありがとうございました皆さん。ではでは、おやすみなさい、バイバーイ、バイバーイ。バイバーイ。